はい、どんちゃー、ササヤンです。本日もニュースをつついていきましょう。今日前半の題は、再燃タスクフォース続報第3弾ということで、とうとう掘り当ててしまいました。河野太郎が少なくとも6年前から自然エネ財団の大林美香と親密な関係であったっていう話を証拠付きでお伝えするのと、後半は奈良知事が強引にやろうと仕掛けていたメガソーラー事業が土壇場で白紙になったということで、ちょっと一息つけましたって話をお伝えしようと思います。僕の喋りを聞いて目のつけた方がいいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずは河野太郎の荒れすぎる続報から。毎日新聞より見出しがですね、河野太郎お騒がせして申し訳ない、中国企業ロゴ問題で陳謝ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。河野太郎規制改革担当相が26日の閣議後の記者会見で、再エネ政策に関する内閣府のタスクフォースの一部資料に中国企業のロゴが埋め込まれていた問題について、いろいろとお騒がせして申し訳ないと思ってると陳謝した何が陳謝だと、しっかり謝れと。で、内閣府によると、昨年12月と今年3月の資料の一部に中国の国家電網のロゴが埋め込まれていた。で、本日26日の会見でタスクフォースの構成員を交代させるかどうか問われた河野氏は、財団と中国の特定企業の間にどんなつながりがあったのかを今調査を始めている、そうした事実関係を調べた上で対処方針を決めていきたいと述べた。おしまいということで、この話に関連してもう一本ちょっとね、別な記事を紹介させてください。同じく毎日新聞より見出しがですね、経産省政策を歪められることはない、内閣府資料に中国企業のロゴということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。斉藤経済産業省は26日の閣議後の記者会見で、再エネ政策に関するタスクフォースの一部資料に中国企業のロゴが入っていた問題について、特定企業からの影響を受け政策が歪められることはないというふうに考えていると述べた。資料は自然エネルギー財団の大林美香氏が提出。斉藤大臣は、懸念が払拭されるまでの間、有識者会議などで意見を聞くことは控えたいとした。エネルギー分野を所管する経済産業省の資料にも同様の記載があったとの指摘もあり、斉藤大臣は確認できたら話したいと述べた。おしまいということで、両方の大臣の対応を見て、改めてですね、河野太郎が大臣としていかにダメ人間になるかというのがよく分かりましたよね。斉藤大臣の方はですね、企業ロゴの入った資料を提出してきた財団にはですね、懸念があるとして、その懸念が払拭されるまでの間、財団から意見を聞くことはね、ストップすると言っております。まあ当たり前っちゃ当たり前の対応ですよね。ところがですね、河野大臣の口からはですね、懸念という言葉もなければタスクフォースに当面の間出席させないとも言わずですね、調査しますとしか言ってないわけですよ。もう2人の大臣の態度に高低差がありすぎて耳キーンとなりましたで、河野太郎がなんでこんなに自然エネルギー財団をある種かばう素振りを見せているのか、これからそれを証拠付きで説明したいと思います。まずは現状からですね、再エネタスクフォースの構成員と言われるメンバー4人の名前をね、ちょっと確認していきましょうか。左から渦中の人物、自然エネ財団の大林美香、お次が川本明。この人はですね、慶応大学特任教授で元経産省の役人でしょうかね。それから高橋博士、この人はですね、法政大学の教授という肩書きを持っておりますが、同時に自然エネ財団の特任研究員でもあります。それからですね、最後は八田達夫氏、この人はですね、財団法人アジア成長研究所の理事長ということでございまして、で、昨日の動画でもね、指摘しましたけども、この再エネのタスクフォース、大林美香とそれから高橋博士が財団関係者であることから、構成員の半分が中国の息がかかってると言ってもですね、華厳的ではないから違った過言ではないでしょう。いやもうほんとびっくりご気まろですよね。で、なんで同じ組織からタスクフォースはですね、2名も人員を呼んできたのか。この時点で人選をした人はですね、もう首チョンパしなきゃいけないレベルですよね。で、25日の国会でですね、音喜多議員が大林氏をですね、構成員に選んだのは誰なのかというふうに問うたところですね、答弁だった河野大臣はですね、大林さんを選んだのは、この再生可能エネルギーに関する知見を有した有識者として選定したわけでありますとですね、何それっていう発言してましたよ誰が大林をメンバーに引き入れたのかというふうに尋ねてるのに、その答えを思いっきりね、はぐらかしてしまいました。ただですね、人選した人はもうほぼほぼ確定でございまして、もう再エネタスクフォースの立ち上げ資料にですね、ちょっとこちら見てください。構成員の記述がありまして、括弧1、タスクフォースは別紙に掲げるものを持って構成し、特命担当大臣が主催する。ただし、特命担当大臣は必要と認める場合、構成員を追加する
することができると、まあ、このように書いてあるので、もう十中八九選んだのは河野太郎氏と見て間違いないでしょう。で、ここからがですね、新事実になるんですけども、外務省のホームページにこんなものを見つけました。ドン。平成30年1月9日ってことはですね、2018年1月ですよね、第1回気候変動に関する有識者会合括弧結果と題してですね、1、第1回会合は河野太郎外務大臣出席のもと1月9日午後外務省において開催しました。2、第1回会合では河野大臣による冒頭挨拶に続き、自然エネルギー財団の大林美香事業局長から、何もう一度、外務省の河野大臣による冒頭挨拶に続き、自然エネルギー財団の大林美香事業局長からエネルギー転換に向かう世界の日本について報告がありましたと。うわー、これもう完全にやっちゃいましたね。河野太郎は外務大臣時代から大林美香を知っており、かつですね、この外務省の有識者会議の温度取りみたいなことまでやらせていたことが分かりました。これはさすがにやばいでんでしょう。もう知らぬ存ぜぬは通用しませんよ。外務大臣時代に懇意にしていた大林美香を河野さん、あなたが今回のタスクフォースに連れてきたが正解じゃないでしょうか。そういうことを世間一般職権乱用って言うんですけどもねでだ、皆さん、この話まだまだ続きがございまして、河野太郎の本当の裏の顔ですね、今から暴いてみせましょう。もう一度ですね、外務省の有識者会合、このね、ウェブに視点を戻しまして、続きを読んでいきましょうか。参考、気候変動に関する有識者会合のメンバー、上から名前を順に言っていきましょうか。末吉武次郎、大林美香、加藤茂雄、黒崎美穂、鈴木達次郎、そして鈴木貞介、高橋博士、なんか聞いたことあるな、高橋博士。あ、めっかっちゃったおいおい、この人、大林美香と一緒に自然エネルギー財団に在籍してる人じゃないの。え、なんでここにいるの。いや、待て、焦ってはいけませんよ。僕は河野太郎が大好きな人物なんでね、エクストリーム用語をしていきましょうかと。この当時、2018年の当時というのはですね、この高橋博さんもまだ財団に在籍していなかったかもしれませんよ。それだったらギリギリセーフかもしれませんよね。ということで、河野さんにアドバイスを送ろうとして、ちょっとこの人の経歴を洗ってみたら、財団のホームページにですね、自然エネルギー財団特任研究員高橋博氏、鶴文化大学社会学科教授括弧2015年4月1日付就任ということで、外務省の有識者会議は2018年でしたでしょ。河野太郎は財団関係者を外務大臣時代からダブルで起用していたと、もとんでもないものが見つかりました何これ、おい、少なくとも6年前にですよ、河野太郎は6年前から中国の息のかかったこの財団と仲良し小良しのずっぷしずぶずぶの仲だったということです。知らずにやっていたんなら、中国と孫正義にいいようにやられてますし、分かっててやってんならば民間企業との癒着ですから、今すぐ辞職を求めます。でですね、このタスクフォースに関しては3年前から懐疑的な意見が出ておりまして、これは2021年9月2日の産経新聞なんですけれども、電力危機は続く、出力制御が再び焦点、再エタスクフォースに疑問の声もという見出しの記事の中でですね、これ途中から読んでいきますけども、ある業界関係者は、再エタスクフォースの議論は再エに偏重するあまり安定供給の確保を二の次にしているような印象が強い、河野氏に影響力があるだけに政府も引きずられている、つけは現場と社会生活に回ると話す。また、地球環境産業技術研究機構の秋元主任研究員は、再エネタスクフォースを評し、最低限の知識さえも理解も許さないような委員で構成されたような組織と断じた上で、行政改革すべきまさに対象ではないかと思うと批判した。だってさ、いや、ほんとその通りですよね。再エネタスクフォースにゴリゴリの左翼がメンバー入りしていて、で、さらにですね、有識者に相当する構成員の4人に2人がですね、孫正義率いる自然エネルギー財団に現在も在籍していて、もうこの時点で、ね、一発アウトだと思うんですけども、その孫正義は、スカシのロゴ企業でですね、国家電網とソフトバンクで事業提携を行っており、アジアスーパーグリッド構想、別名ですね、電力の一帯一路を目論んでいたっていうんだからさ、どっちが行革すべき対象かって、もうどう考えても再エネタスクフォースの方でしょって。6年前から河野太郎と大林美香と、それから高橋博士の3人はもうベロンベロンの中でございます。その河野が今から調査は
寝言は寝てから言ってほしいわ。この件まだまだ話足りなくて、実はですね、中国が電力の一帯一路で何を企んでいるのかっていうとですね、 UHV という送電線のこの日本導入と、それからですね、日本の EV の充電インフラ、これがですね、国家電網のキラープロダクトというふうに言われております。ただですね、この話はかなりマニアックな話になっていくんでね、また今度ね、ライブかなんかでやろうと思います。それからそうだそうだ、 DJ そうだ、今日電力各社からですね、発表がありましたけれども、北海道から沖縄まで全ての電力会社が4月から電気代を値上げすると。で、その理由がですね、再エネ賦課金の値上げ分をこの料金に反映させた結果だということですからね、1世帯あたり平均500円、これが毎月上乗せされていきます。再エネ普及で電気代が下がるって言ってた人ですね、謝罪と賠償を求めたいと思います。さて、お次はこれも太陽光絡みの件で、何やってんだよってお話を。読売新聞より見出しがですね、紛糾した奈良の予算審議、県政停滞回避へ知事議会がひとまず一致、五条メガソーラー計画は白紙状態に、ということで本文を抜粋して読んでいきましょう。奈良県五条市のメガソーラー計画を発端とした県の新年度当初予算案をめぐる攻防は25日、県議会の最大会派、自民党無所属の会の提出した修正案が可決され、ひとまず決着した。議会は紛糾したが、県政の停滞は避けたいという山下知事と議会、双方の思いが一致した形だ。ただ、現行計画が最善という知事の考えに変わりはなく、防災拠点をめぐる議論は続く。これはもうしょうがないですよね。計画当初は五条市に災害時に使えるですね、2000メートルの滑走路と、それからそれに伴うですね、整備庫だとか、防災保管庫を作りますからといってですね、市の所有地やそこら辺の地主を説得してですね、ようやく土地を買収完了したというのに、そこに新しい知事が突然やってきてですね、滑走路はコスパが悪いんで、メガソーラーに変更しますと言われちゃったらさ、話が違うってなっちゃいますよね。なぜそれをここまで強引に進めちゃったのか、もうわけわかめってありますよと。で、奈良県の川口議員は、県庁内で十分な議論がなく、具体的な機能が不明だと批判。計画をゼロベースで見直す必要性を訴えた。また、大和高田市に移転する予定の消防学校は、防災拠点整備と一体的に考えるべきだとしたほか、柏原公園の新アリーナ計画も、まずは基本構想に着手すべきだと再検討を要求した。僕的にはこっちの方がね、わけわからんって感じです。ここはもともと、県営スポーツ公園みたいなところでして、野球場だとか、陸上競技場だとか、多目的なスポーツ公園としてもですね、利活用されているのですが、ここを奈良県は130億円かけてリニューアルをね、予定しておりまして、で、さらにですね、アリーナと言われるような、いわゆる大箱と言われるですね、多目的会場の施設を作ろうってことなんですが、ちょっとごめんなさい。僕は奈良には詳しくないので、直感でしか物を言いませんけども、すぐ近くに大阪がありますからね、奈良県に収容1万5000とか、あるいは2万人レベルのですね、アリーナ施設を作るっていうのは、正直でかすぎると思いますし、それを作るにしてもですよ、全体で130億円っていうのはですね、ちょっとかけすぎなのではないかなと、まあ、そんな風に思います。で、川口議員は、修正案は県民生活への影響を抑え、県政停滞がないようにした。山下県政に対して、是々非々で臨むと、修正案への賛否を呼びかけた。日本維新の会の議員は途中で退席して、採決で賛否を明確にせず、知事の判断に委ねた。って何これ維新の議員はどういうことなの？自民の案に反対ならば、それはそれでね、反対っていう風にやればいいのに、知事とは一枚岩ではないっていうことなんでしょうかね。ちょっとよくわかりませんけれどもと。で、修正案の可決を受けて、山下知事は、審議をやり直す、再議を求めるかが焦点だったが、知事は再議を求めず、譲歩した格好だ。ただ、閉会後の記者会見で、防災拠点や消防学校について、今後設置する有識者会議などで議論をするが、ゼロベースといっても、候補地がいくつもあるわけではないと強調。現行計画が最善だとの考えを示した。また本会議では五条市長と市議会から提出されたメガソーラー計画の撤回を求める請願は採択された。おしまいということで、これ奈良のメガソーラーは本当によく分かんなくて、山下知事は昨年4月のね、奈良の知事選において当選して、まあ、知事になった方ですけども、この知事選ではですね、自民が分裂選挙やっちゃいましてね、現職知事だった荒井氏陣営と、それから高市早苗陣営みたいなものですね、ガチャガチャやってるうちに票が割れちゃって、で、漁夫の利で維新の山下知事が当然とですね、まあ、今にして思えばこの辺りからですね、自民党の調子の悪さというのがですね、見え隠れしてはいるんですけれども、で、その結果ですね、山下氏
氏が知事に就任したのはいいんですけれども、知事選の投票数を眺めていくとですね、山下氏が26万6千票に対して、高市氏陣営が推した平井氏が19万6千票、現職だった荒井氏が9万7千票ということで、これね、自民系を合算すると29万票に届いて、山下知事の票よりも上回っちゃっているわけですよね。ってことはですね、県民に完全に付託されたわけではないということなわけですよ。ですからね、もうちょいスロースターターでも僕はいいと思うんですが、もちろん山下知事にも言い分があってですね、知事選の公約の一つにですね、滑走路計画の見直しを入れていたもんですから、だから自分は自分の政策を全うしたいということなんでしょうけれども、でもそれを言うのであれば、滑走路の工事を一回止めてね、もう一度ゼロベースで考えるっていう形で僕は良かったと思うんですけども、なんでいきなり1年前になかったアイデアがですね、メガソーラーというアイデアが突然実行されなきゃいけないだと、しかもこれメガソーラーを建設するのであれば、やはり初期投資ですね、少なくとも数百億円ぐらいかかるわけでしょ。そこまで急ぐ理由ってありますかねと。もっとじっくり構えていればよかったのに、ね、なんでそんなに急いでいたのか、大林なんとかっていう人にですね、入れ知恵でもされちゃったんでしょうかねって冗談を言いたくなっちゃうほど、よくわからんスピード感でやっておられますと。それとですね、この山下知事がある種ですね、大林美香よりもやばいんじゃねえのっていう話がございまして、1月24日の記者会見で、山下知事はこんなことを発言しました。太陽光パネルで発電した電気を可搬型蓄電機に蓄え、それをこのヘリポートから大型ヘリで被災地に運ぶことで、送電網が寸断された被災地に電力を供給できるってことを言ってまして、で、さらにですね、今後 EV 等が普及しますが、充電器や可搬型蓄電池の役割も EV が担いますので、ここの太陽光で EV に充電して、その EV を陸路で運搬する形にできるのかなと考えております。ってなことを言ってるんですけども、この知事、環境活動家の匂いがね、プンプンと匂いますよね。あのね、世の中にはエネルギー密度というものがございまして、重さ1トンの蓄電池とそれから重さ1トンの灯油では、灯油の方が10倍ね、エネルギー密度が高いというふうに言われております。これをむちゃくちゃ簡単な例で言いますと、EV ね、バッテリー1トン搭載して走って、大体ですね、1000キロ程度走るんですよ。で、ディーゼルエンジンの車にですね、灯油1トン積んで走ると、大体ね、1万キロ程度走れるんですよ。つまりですね、ヘリコプターで同じ重さのエネルギーを運ぶのであれば、フル充電のバッテリーね、こう蓄電池よりもですね、灯油タンクを運んだ方が被災地域により多くのエネルギーを供給できると、そういう話をしてるんです。ですから、山下知事がこれをね、ギャグで言ってんだったらね、シュールな笑いで済みますけれども、もし大真面目にこれを言ってんだったら、もうね、詐欺しか脳内お花畑ですよって話です。っていうか、そもそも大型の蓄電池なんてわざわざね、そのメガソーラーから運ばなくても、被災地に近いエリアでね、フル充電してそこから運搬した方が圧倒的に早いでしょうね。なんでそこから持っていくんだと。しかも灯油タンクだったらですね、使った後ですね、しばらくでそこに放り投げておくこともできますけども、大型の蓄電池なんて野ざらしにはできないわけでしょ。山下知事は本当に環境活動家かもしれませんよというふうに心配したところで、今日も話がなくなりましたので、これくだして、最後はほっこりのだけで締めたいと思います。山下知事もしかしてとかけまして、あばよと解きます。その心はさよなら。なんかさよならって言っちゃうんですね。オフコースのさよならさよならなんてね、あんな歌が浮かびますが、あの歌を共産党の奈良支部が歌っていたら割とウケるんちゃうかなと。終始どうでもいいことを言ってますが、本日も面白かったらためになったと思いますね。チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。